関西でアートディレクターをやられているはるかさんという方に京都で展示をやらないかと声をかけていただいて、で、まあ、人生初となる関西での個展になります。今回のテーマはドロップで、まあ、ドロップにも2つの意味が込められているんですけど、まあ、1つが、まあ、涙とか悲しみとかっていうもので、まあ、それはなんか私たちが人間のゆえにもう切り離せないこの悲しいという感情を、まあ、涙として1つで、2つ目が、まあ、落としていくこと、落ちる、落としていくことで、これはなんかこれも私たちが日々にいろいろな感情とかいろいろな思い出とかものを忘れてしまう、落っことしてしまっていくという意味になっていて、で今回飾られている写真はそのドロップというテーマから、まあ、なんか私たちが日々落としていって、まあ、時間の中を静かに漂っていく様子だったりとか、まあ、その忘れ去られてこぼれ落ちたものが、まあ、不器用ながらも静寂の中で奥底で輝いている様子を写真で表現しています。まあ、結構水が多く出てくるんですけど、まあ、水はあの時間の流れみたいなのを表現していて、まあ、あと抽象的なこういう光の写真も何個か結構多くあるんですけど、まあ、それは先ほどお話しした落っこちて不器用ながらも奥底で静かに輝いている私たちが忘れていってしまっているものたちを表しています。やんわりと考えていたけど、まあ、うまく言語化できてなかったものを、まあ、今回ちょっとはるかさんの力を借りながら言語化して、まあ、写真と合わせて言葉も少し紡いでっていう形で。本間遥香です。職業は普段グラフィックデザイナーをしているんですけど、最近はキュレーションも仕事をし始めました。別のところで一緒にお仕事をさせていただいてて、写真がすごく素敵だなと思っていたのと、 SNS とかで見かける言葉とかもすごく何ていうか個性があって面白いなと思って、今回はちょっと悲しいとか辛いみたいな感情で、なんかそれをちょっと綺麗な形で見せるっていうもので、なんかあんまりポジティブな感情を表現したものではないので、なんか今までもすごくちょっと青春の写真だったりとか、ちょっとキラキラした写真もすごく人気があると思うんですけど、ちょっと違った落ち着いたちょっと静寂なものになるように、中身とか想定とか全部統一して考えました。そういうのも表現したくって、あんまりごちゃごちゃしていない空間というか、ギャラリー選びもすごい白くて落ち着いた空間であったりを選んだりとか、なんていうかあんまりいっぱい作品を置きすぎないようにしたりとかしました。葵ちゃんの作品を今まで見てこられたファンの方も、これをきっかけに好きになってくださった方や、どこかメディアさんとかから見つけてきてくださった方にも、葵ちゃんの作品のメッセージ性とかが伝わるように考えて作ったので、楽しんでもらえたらいいなと思います。場所が京都っていうのもあって、今まで個展とかをやらせていただいた東京とは違う層の方が見に来てくださって出た印象がすごいあって、まあ、なんかそういうあんまり普段お話ししないような、あんまり関わる機会がない方との交流が意外思ってたよりも多くあって、それがちょっと楽しいなって刺激になりました。